れなんかあそこに人が立ってる。まもなく斜め左方向です。その先あれどっか行くんですか持ってきますかよかったら乗りますか乗ってくださいじゃんちょうど同じとこ行くんでスケーターの方ですかこれ持たれてましたけどまずこれは何なのこれをあげてないとキョウちゃんが止まるああなるほどとりあえずその札持って立ってろって言われたんです今日どこ行くか知ってる？聞いてないのどこ行く？うん、聞いちゃった。あれ、コタロ？コタロね、今日試験勉強でございます。ヒッチハイカー宴くんを無事ピックアップできたんで、これから海風公園に行きたいと思います。海風行ったことある人？はい。俺、初海風。出発です。おい。おい。うん。コモンどうだい？イエーイ！スケボーしりとりじゃん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 プリモじゃんじゃんもさんももにもしずおおすげえパパユーチューバーのパパさんです。スノボ行きたいカナエです。フリークライダーの宴です。いやー来ましたフリークライダーおめでとうございます。スノボ行きたい。スノボ行きたい。よしじゃあ来週の土曜日にスノボ行きましょう。イエーイ今日はここ神奈川県横須賀市にある海風公園に遊びに来ています。イエーイイエーイ海風公園はかれこれこれで3回目かな。1回目はご存知カラヘイさんがすっごいこんな低いバンクというバンクで、おはいこれ何泣いてるの。できるんだからちゃんと練習すれば降りれるでしょうに、あの高さ。できる。できないって言ったら全部できない。できない。できる。できる。できない。カナとはできるの。できない。諦めちゃダメです。できない。さあ頑張ってみよう。やんない。その伝説の回が1回目。これ挑戦するっていうのある人。飛び抜けで振ってします。きた。まあいけるっしょ。ほんとにやりますか。やります。フリップですか。やります。じゃあ他に何か言いたいことある人。夜うまく食いたいです。今日はなんとこんな素敵なゲストご用意しております。久しぶりだ。なんか言いたことある？会えて嬉しい。パパさんも会えて嬉しいです。なんか最近よく会うよね。アンナは今6歳。もうすぐ1年。もうすぐ1年生だよね。ここで何を見せてくれる？あそこからドロップしてバンクで勝負した。だってあれ昔この辺ドロップできなかった。できた。アンナできる。よし。でもあそこ一番高いからね。ちょっと怖いよね。パパユーいつも見てくれてんの？うん。何くんって？ガオガオすごい、ね、愉快な仲間たちと一緒に海風公園を遊んでいきたいと思います。カナヘイさんいつものやつお願いします。それでは早速連れていきましょうってガールズ全然やってない。恥ずかしい。ガールズ恥ずかしい。風がちょっと強い。
あら上手。前できたんでしょ。できたけど、前よりちょっと高いからやめる。前と高さ変わってないよ。じゃあ先にお手本見してもらおうか。できる。宴じゃあほらちょっとアドバイスあんなにアドバイスいいじゃん。上手い人にアドバイスもらった方が絶対いいんだって。頑張って。毎日ちょっとずつ大きくなってってるのかもしれない。膝だけでいける？デッキはかけないで膝だけ。膝ですぐいける？ちょっとほらキョウちゃん見て。キョウちゃん膝ない。あんなちょっと寒いんじゃない？寒いの怖いの？怖い。怖いから震えてんの？え、ちょっとじゃあ、きょうちゃんさ、下に行けばさ、行けるかな。あれ膝じゃなくね。じゃあ、ここはもうちょっと練習してからでしょうか。フリップを決め。バックフリップはもうカメラ界でやったよ。それじゃ意味ない。未来が今フリップでしょ。カンペ何やってんの。フリップ。いけそう。じゃギブアップしときますか今日は。え？宴がしつこい。宴がしつこいらしい。ちょっとなんかちょっと触んないよ。こいつが何した。
さ、なんかギブアップってさ、なんかできたさ、やめんのめっちゃしつこい。でもそれはきょうちゃんも聞きたいところ、ギブアップしますかしませんか。え、しません。よし頑張ろうじゃん。もう一回行って。はい、オッケー。ああ、フェイ。アンナ姫がマチクタビレタって言ってるんで、一旦最後の一回です。いいですか。乗れそうですか。乗れそうですか。バックフリップはできない男ということで。もう一回。はい。頭にボールが当たったら最後だったんですけどね。終了。まあ。ラスト。じゃあラスト。ちゃんたちがさ、全然決めないのよ。だからバシッとドロップイン決めてもらっちゃっていいですか、アンナさん。何したい？バックボード。オッケー、じゃあ行きましょう。バックボードまだできない。だってね、ちょっと高いのでね、もうね、やったらね、お腹打った。お腹打った。痛かった？オッケー。すげえ。年長さん、あれ年長さんやるやん。早っ。からの、おお、フロントターンして、ショービットが回ってない。おーはーい。おー、すごい。今日初めて会ったガオ、何歳ですか？7歳。7歳、小学校1年生。お願いします。今見てました、フロントボード。見た。どうですか？え、長いと思う。あれぐらいやってみてよ。もう一歩行きましょう。もっとあった、もっとあった、もっとあった。危ない危ない。パパユーバンクトレ3本勝負。私の方が絶対勝つっていう人。そう。さすが。こういうとこだぞ。ここで手を挙げなきゃ。はい、はい、はい。あ、危ねえ。車よかった。あぶんで。あかん。乗り落ちた。ちょっとスタンスがかっこよく、気をつけみたいな格好になってましたけど。
終了。あ、逃げた逃げた、未来が逃げた。勝手に焼き石が、勝手に焼き石走って失敗。今回は、小太郎さんがいないので代わりにちょっと宴さんにサインしてもらう形でもいいですか。全然大丈夫です。宴さん、ちょっとこの後いいですか。かけないっす。え、なんで2回書いてんの。薄いから。なんでなぞり書きしてんの。薄いから。薄いから。さあ、宴先生のサイン楽しみですね。無理だよ。どうして書けばいいの。どうして書けばいいの。どうして書けばいいの。宴でいい。宴ひらがなでいい。ちょっとそれは薄い。え、初めて。そう、超レアじゃん、いちごって。あおぉ、あ、すごいすごい、めっちゃうまいじゃん、宴。ありがとうございます。お、UTG、UTG ね。ありがとう、こちらこそ、サンキュー。 あれ、去年もさ、YouTube 出てくれたよね。去年も、ここでサインね、したよね。カナペアのサインで、じゃあ宴これお願いします。 UT で、手掛けない G。 はい、UTG 入りました。はい、UTG いただきました。慣れてきたね。いいね、いいね。カバさん持ってください。難しい。難しいでしょ。もう、サインも慣れてきたね。よしよし、カナペより100倍フロントボードがうまいガオです。100倍だね。2倍ぐらいか。1倍ぐらい。あれ、さっきサインしたよね。もらいました。リオナと一緒にあのスケボーやってる。スケボーもやってるんだ。BMX 歴は何年か。7年ぐらい。7年何これ。アコちゃんです。アコちゃん、女子だったの。撮らせてもらってもいい。はい。BM 撮らせてもらったもんね、いっぱい。あとはリオナがあの高い高いところから挑戦して大儲けすれば YouTube に出るかもしれない。大儲け。もうお尻がギンギンする。あ、そう、今やられた。今やられてる。勇気が湧いたら声かけて。いいな。あ、これ希望でやりたい。怖ができます。上手。そうそうそう、それよ。あの回るのが超難しい。やりたい。怖い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 。無理だわ。危ない。
丈夫だった？できない人にアドバイスするのは、ユウ。オッケー、ありがとう。パパユウ。おお。サクです。ノーコンテールスライド。オッケー。チャンスは？多いな。3回。はい、いいね。よし。
なんか宴が今日はヒッチハイカーになってるんだって。アンカーに行ってるんでしょ。そう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 。ちょっとカナペです、撮影お願いします。試しにキョウちゃん撮ってみて。ちゃんと撮れてる、うん、かっこいい、うん。